明けましておめでとうございます。歌えもとけいです。昨年は本当にお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年からはですね、いろんな曲の歌詞の解説をしていこうと思います。いろんなアーティストの情報もご説明しながら進めていけたらなと思うので、たくさんの曲をですね、いろんな方に深く知っていただいて、聴くときにそのことも心に留めながら聴いていただくといいかなと思います。あくまでも私なりの解釈なので、皆さんと感じ方、捉え方、存じた情報が違うこともあると思いますけれども、ご理解いただきながら聴いていただければなと思います。では始めてみましょう。地上の星、中島みゆきさんの名作です。 NHK 総合テレビプロジェクト X の主題歌として制作されました。この番組は2000年から2005年にかけて放送された人気番組で、終戦直後から高度経済成長期にかけての産業や文化などさまざまな分野の開発プロジェクトをドラマチックに紹介するドキュメントでした。日頃あまり取り上げられない開発についてのドラマを取り上げた感動的で胸の熱くなる番組でした。この番組の主題歌、地上の星はこの番組のために作られたそうです。それを踏まえて私なりに今回は文学と神話、星座などを解説しながら歌詞を紐解いていきましょう。歌い出しにある風の中のスバル、砂の中の銀河について、このスバルの使い方、私が聞いて一番に思い浮かべたのは清少納言の枕草子にある星はスバル、彦星、夕筒、弱い星、少しおかし、織田に仲間しかば巻いて、この一節です。枕草子を思い出してみましょう。春は曙から始まる有名な枕草子、教科書で読んだ時は退屈な授業で、その昔の文体に拒絶反応を起こした人も多かったと思います。ですがこれは単純に若い女の子が星はスバルがいいよね、スバルって言ったら彦星じゃんみたいなニュアンスだったんじゃないかなと思いますよ。それはさておき、スバルというのは何でしょう。スバルの語源は滑るです。集まったというような意味ですね。1月の星空に見られるプレアデス星団 M45 のことです。青白く光る7個の星の集まりのことなんですよ。星の集まり、星を滑ったものというわけで、和名をスバルと言います。では次に、歌詞の中で対になっている砂の中の銀河、この銀河とは具体的に何のことでしょうか。こちらも宇宙の中で数千億ある恒星や星雲が集まったもののことを言います。風の中、つまり見えないけれど感じるものの中に美しいスバル、地面にある砂の中にある無数の銀河がある、そのことに気づかずに見過ごしてしまっている人たちのことを表現しているのではないでしょうか。プロジェクト X で取り上げられた、表にはなかなか出ない開発チームの方たちや、その涙ぐましい努力や才能のことを表しているように感じます。そして製品が完成した後は、製品そのものが流行したり売り上げが伸びたりすることには注目が集まりますが、開発したチームやその努力を称賛されることはあまりないことが多いように思います。では続いて、草原のペガサス、街角のヴィーナスについて調べてみましょう。ペガサスと聞くと、79年生まれの私はセイントセイヤを思い浮かべてしまいますが、それと同時にギリシャ神話の翼を持った馬を思い浮かべます。ペガサスは蹄で地面を蹴って泉を沸かせる神様の馬ですが、死後天に昇り星座になったと言われています。ロマンチック。ではヴィーナスと言ったら、ヴィーナスと聞いて思い浮かぶのはやはりこの曲じゃないでしょうか。ショッキングブルーのヴィーナスです。しかしヴィーナスという言葉からは、まずギリシャ神話でアフロディテ、ローマ神話でいうヴィーナスという女神のことです。そこにないはずのものが美しく存在するのに、人々はそれを見つけることができない。素晴らしいものを探すとき、人
人は周囲にあるものに気づくことが少ない。素晴らしいものや美しいものは遠くにあると思い込んでいるのではないか、というような意味ではないでしょうか。その壮大なアレンジとメロディーと、この歌詞から次に出てくるツバメについて私が思い出した一冊の本があります。それは1888年アイルランドの作家オスカー・ワイルドによる子供向けの短編小説、幸福な王子です。この物語は街角にある豪華な装飾をされた幸福な王子像とツバメの物語です。両目にサファイア、剣にはルビー、体は金箔に覆われた豪華な像には、若くして亡くなったその国の王子の魂が宿っていて、町の貧しい人、不幸な人のことを見つめながら悲しんでいました。そんな王子像の足元でツバメが一休みしていると、上から大粒の涙が降ってきます。そこでツバメは王子像に魂が宿っていることを知ります。王子は象ですから動くことができません。王子はツバメに、貧しい人々に自分の目であるサファイアを届けてくれと頼みます。それでは目が見えなくなってしまいますよとツバメは心配しますが、それでも目を届けてほしいという王子に心を打たれ、その後も王子がボロボロになるまで宝石や体を覆っていた金箔を貧しい人々に届けます。越冬できなかったツバメはやがてボロボロになった王子のそばで死んでしまいます。みすぼらしい姿になった王子像は溶解炉で溶かされましたが、鉛でできていた心臓だけは溶けることはありませんでした。その様子を見ていた神様が天使に、この町で一番尊いものを二つ持ってくるように伝えます。そこで天使は溶け残った王子像の心臓だった鉛とツバメの亡骸を持ってくるのです。実際にこのお話を中島みゆきさんが思って書いたのではないかもしれませんが、この歌を聴いた時にツバメよのところで私はこの小説を思い出しました。確か小学生の時に読んだ本なんですが、ツバメといえば私の中ではこのお話だったので、この歌詞のツバメは勝手にこのツバメだと思って歌っています。長くなりましたが、ツバメよ高い空から教えてよ地上の星を、ツバメよ地上の星は今どこにあるのだろうね。なんだかこの幸福な王子のツバメのように思えてきませんか。長くなりましたが、歌や山本圭の歌詞解釈解説いかがでしたか。この後私が歌う地上の星を入れておきますね。これからも時々こうしていろんな歌の歌詞について考察していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。